はい、再び始まりました。はい、始まりました。トイラジイン大阪ホビーフェース、ね、開場してすぐですから、ね、はい、練り歩きが終わって、はい、ちょっとゆっくりしてからすぐにね始まりましたけどもね、はい、やっぱね手元にねコメント確認用のパソコンがあると安心、うん、安心です ね、うん、さっきはね練り歩き自分らがどう映ってるか分かりませんでしたからね、うんうんうん、いや、はい、いうわけで、うん、会場から生放送ということで、はい、うん、すごいいい場所をね、ブースにしていただいていて、はい、お客さんが座れるね椅子がちゃんとあったりとかね、うん、してやってますけども、はい、まあね今ねずっと右側の方にね入場の待機列ができてるぐらい人がごっそりと、ね、たくさん来てて、入場待ちの皆さんがいらっしゃいます ね、うん、はい、まだねなかなかねトイラジブースの前の方に、人が行き渡っていない感じです。だってもうあれですもんね、30秒前ぐらいに開場したばっかりなので、そう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 、ね、パチパチパチが聞こえたから、うん、うまく放送載せたらなんかトイラジの始まりましたがパチパチになってるように聞こえないかなと思ってスタッフに急いで急いでって言ったんだけどなんだろう、ちょっとね間に合わずしてちょっとあれでしたけどね。さ毎回さ超徳さん痩せたって言ってやめよ、調子に乗るから俺が、あそうなんだ俺痩せてるんだと思って、うん、油断して食べちゃうから、うんうん、なんだろうね、太らせて私に何をするつもりなんだろう不安になりますけど、痩せてないですね、黒のせい、黒だからあ、ね、すげえ笑ってる、すげえ笑ってる、黒だとね引き締まったから、そうそう ね逆膨張色だからね、やつれたのかな、その可能性は否めないけど、うん、ね、まあ、楽しくやってますよ、もう今日もね、いや今やっと開場したばっかりで、はい、中で多分いろいろ皆さんね、うん、見てくださってる最中だと思う。2階はね基本的に展示で、うん、メーカーさんの展示品とか、まあ、軽く物販もやられてるのかなあそこで、あ、並んでましたからね。で、あとね、メインは1階のイベントスペース横にある物販コーナーで、うん、はい、各社さんの限定品がまとめて買えちゃうっていうショッピングスペースになってますから、はい、うん、やっぱね、初めにね、買いたい方は限定品買いに走ったりとかあるでしょうから、でもね、続々とね、お客さんが来てるのは見えてるんで、はい、うん、なんかその波がこちらに来てお客さんが前にみっしり座ったらいいなっていう気持ちが半分と、うん、座んないでいつもみたいにこうやって放送したら楽だなっていう気持ちがね、で、うん、これ後ろね、こういうね謎の小部屋感がね、謎の小部屋感がね、うん、ありますからね、ちゃんとねパテーションで区切っていただけてるんで、逆にねこの背中も壁までの距離感といいね、なんかいつもの感じでね、いつもの感じで、うん、非常にいいんじゃないですか、やりやすいですけどね、会場の端っこからいつもの感じで、この後ろのこれいい感じでしょ、ね、いいね、これ謎の小部屋でもこれを貼り続けたいぐらいだね、もう ねそうですよ、このままペロッと持って帰って、ね、ペロッと持ってぐるぐるっとして、ね、持って帰って ねもうなんかね、こんなのバッグに取ってるとなんかね、この度は申し訳ありませんでしたみたいな感じの ね謝罪会見とかね、いくらでもできますからね、うんうん、そうそう、あでも本当絶え間なくお客さんがねずっと来てますからね、うん、いいですね、あれですね、私たちねさっきから名乗ってないんですよ、はい、あいやごめんなさい、もうね名乗らなくてもみんな知ってると思っちゃって、ね、皆さんおなじみの、うん、みたいな感じで、そうね、ちょっと慢心が出ましたね、ちゃんとじゃあ自己紹介からしましょう、はい、改めまして MC を務める大越智恵と、聴徳吉高です、よろしくお願いします。ありがたい、いスタッフが拍手を、スタッフと、ね、うん、会場の方が拍手をしてて、ね、うん、優しいですね、これね、はい、はい、いやいやいや、いうわけで、まあ本当でもね盛り上がってますね、ねすごいですね、皆さん本当ね、各メーカーさんのその出店の感じ、うん、もうやっぱり気合い入ってるし、あそうですね、うん、先ほどね会場の様子少しお伝えしたんですけど、練り歩きしましたけど、この会場で発表だったりとか、会場限定とか、うん、ねね、またこの間のホビーショーよりさらに進んでますよみたいな、うん、こう今が見られるんで、うん、ちょっとねいいですね、ね、あそうそう、最初にね皆さんに忘れないうちにお伝えしないとなんですが、はいはいはい、この生放送の後ですね、はい、11時半から、うん、トイラジのね MC2 人で、うん、実演トークショー、そうなんですよ ねそれぞれ一人ずつで実演とか今まで経験あるじゃないですか、はい、トイラジでこのコンビで実演回すの初めてなんで、うん、ちょっと楽しみですよね、ね、うん、
そう。でまたね、下の1階のイベントブースはね、席が100席ぐらいあるんですよね。そう、うん、ねえ、トイラジブースの前は、でもトイラジブースの前でも30ちょいはありますよね、うん、そうですね、30ぐらいありますから ね、 ね、うん、なんですけど、なんかあ、椅子を映してるスタッフが、うん、ね、あの椅子を映すとね、スタッフね、あの本当に誰もお客さんがまだいないことがバレちゃうから、そう、あの心の綺麗な人にしか見えないお客さんがぎっしり座ってくださってるみたいな、この流れで、いやもう30しかないから椅子今もうね埋まっちゃってて勝ち身も出始めてますけどっていう嘘がつけなくなっちゃったから、そう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 、これから、ね、大人な対応されちゃったけど、ぼちぼち、ね、まあね、ぼちぼち来ていただければなと思いますけどもね、はい、はいはい、まあどうなんでしょうね、実演ね、お子さんがエアブラシ実演で、はい、そうですね、基本的な使い方的な、そうですね、うん、あの今回あのアートファンさんのツインキューブを使わせていただけることになったので、はい、ツインキューブ の、 あの使い方ポイントも含めて、ね、コンプレッサーとは何ぞやっていうことと、うんうん、あとエアブラシとは何ぞやどう使うのかなっていう、はい、うん、ところも含めて基本的な使い方とかを説明したいなと思って、うん、そうですね、僕の方はエッチングパーツの、はい、まあ、こっちも基本的な付け方というか、うん、あのこういう風に付けると楽ですよっていう、うん、あの割と失敗しないちょっとしたコツ集みたいな感じでやっていこうと思ってるので、はい、まあ、多分これを見たら食わず嫌いのお越しさんも、はい、ちょっとエッチング使ってみようかなって思えたら嬉しいなぐらいの内容にしていこうと思ってますですよ、はい、ディスって誰に言ったのですってこれでね、席びっしりですってパッて見た瞬間にね、スタッフジャンパーの人が30人座ったらそれはそれで怖いけど ね、結構な威圧感、威圧感で、なんか関係者にすごい見られてるっていうのはね、うん、ありますけども、はい、そうさ、まあね、今日のこの放送中にですね、はい、飛び込みシステムを採用、はい、してまして、うんうん、この突発のせっかくイベント会場からやるからってことで、うん、さっき練り歩きでちょっとお話聞いたじゃないですか、はい、それ以外にうちは今回こういう新製品が発表してるんだぜとか、うん、うちのこれを見てくれっていうのが、うん、あるメーカーさんが来て、うん、急に僕の右側に飛び入るという、はい、ね、内容になってますんで、うん、これに関してはね、事前の打ち合わせがないと、そうです ね、 ね、お手すきになったら来てねっていう感じなんで、うん、来るメーカーさんは急に来るかもしれないですし、そうそう、皆さんね、うん、今開場したばっかりなので、ね、お客さん対応が ね、 ね、説明したりとかあるでしょうから、トイラジなんかに構ってる暇はないって言われるかもしれない、ね、こんな表で適当に喋ってる二人には構えてられんと、そうそうそう、言われてしまうかもしれないですけど、うん、まあこれね、ガンガン来ても面白いし、本当に来なくてもちょっと面白いよ ね、 ね、 どっちでも面白い、ね、結果来てくんなかったじゃんかって、ね、ね、言えますからね、そう、メーカーさんの行列ができたりとかね、メーカーさんがね、行列で待って全部座って席が埋まっても面白い、ね、待機席みたいな感じで、ね、すごい、ね、業界勢揃いだって、ね、うん、なりますけども、ね、ね、メーカーさんのネットコマーシャル ね、ネット80度ぐらいのネットでね、コマーシャルしていただいてね、うん、実際何度ぐらいなんですかね、あれって ね、 ネットって言ってもね、うん、ああすごい、もう人が入っていくのもレミングスみたいに人が入ってくるんでね、ねえ会場の中結構ぎゅうぎゅうな感じなんですかね、ずっとね、広い会場とはこのペースで人がね、ガンガン入っていったらやっぱぎゅうぎゅうになっていくんだろうなって、でもね、通路がすごく広かったから、 そうね、広かったからそんなに見てて不自由することはないだろうなっていうのは、うんうん、そう、展示会でもなんでもやっぱ通路狭いと気使うじゃないですか、ねえ、ねえ、なんかこう見てる人と見てる人に挟まれると歩けないみたいになっちゃうとね、うん、どうしても困っちゃいますから、ブースの、ね、構成が会場内すごくシンプルだったんで、そうなんですよね、大きな、ね、イベントになるとそれぞれのメーカーさんがこう、ね、そうそうそう、ブース、ね、大きなブースの中にガンとね、パテーションで区切ってみたいになっちゃうから、そうそうそう、になっちゃうから、うん、比較的こう見やすいというかね、うん、歩きやすい会場にはなってますよね、多少ね、通路がスカスカになるぐらいの方がね、見やすいし、うん、ゆったりできるんでね、うんうん、ね、メーカーさんにトイラジオコマーシャルしようとね、結構しましたね、昨日からね、そうですね、うん、結構して、うん、で、やっぱ大越さんもそうですし、大越さんはここ1年ちょっとトイラジやって、はい、とかって喋ってるじゃないですか、はい、もう慣れたでしょ、うん、そろそろ慣れてきたね、さすがに、うん、
で、こうなってからやっぱ改めて思うのは、はい、メーカーさんとかにどうですかって時の、あの押し付け具合ね、はい、うん、あのじゃあお前出ろよみたいな感じで、うん、俺喋れないよって、すごいね、あのあれですよ、あのトイラジ来るとメーカーさんビクッとするメーカーさん多いですよね。昨日ね、練り歩きテストで実際放送してないのにぐるっと回ったら、うん、あの今映ってんのっていう感じの、うん、なんか怪訝な表情で迎えられる、怯えと動揺が半端ないっていう、うんうんうん、なんかメディアの力を感じたよね。そうだから、そんな中ね、さっきも練り歩きした時に、まあ対応していただいたメーカーさん、うん、ね、頑張って喋っていただいて、そろそろ業界にトイラジは浸透してきたのでしょうか。浸透するしないっていうよりは、あ、なんかトイラジが来たらなんか物をねだられるみたいな感じの。そうね、それはもう9割ぐらい大越さんのせいだけどね。え？大越さんが急にだってトイラジなんですけどとかいう話しないで、なんかちょうだいって急に言うから、それはさ、何ラジでもないと思うんで、ね、急に何かちょうだいは。本当搾取ですよね。ね、それでもくれる方もくれる方だと思うけどね。うん、いいよって。ね、うん、いいね、そうやって言って物もらえるのはね。いやいやいや、それはね、業界やっぱ大越さんに甘いんじゃないのかな。昨日今日できたことじゃないんですよ、地道にね、十数年ガチトークになっちゃったね。でも大事だよね、だって、ね、やっぱ一個一個積み重ねてね、うん、得た信頼がこのね、なんかちょうだいに。でもね、あと自分のものってねだらないじゃないですか、正直。ああ、なんかね、あの、うん、紙面でこういう企画で使いたいとか、なんかあれば言うけど、うん、基本そのやって向こう紹介された側がちゃんと得するというかね、お互いになるから言える話で、うん、なんとなく欲しいからで言えるんだったらね、うん、もう僕なんか毎日クリスマスですよ、ボビー商品関係は。本当にね。なのでこれもね、なんか兄弟もあれですよ、うん、トイラジ1回目の放送で皆さんに喜んでいただけたらいいなと思って、ね、がその気持ちがこう前に出すぎて、なんかちょうだい、出会い頭のなんかちょうだいだったんです ね、 ね、いや、それは持ち帰りたいよ、ドラムをね、充電器持って帰りたいなと思って見てたから、うん、物欲しそうに、僕は常に物欲しそうに見てるよ。ですよね、あの、うん、ショーケースの中のトランペットを眺めてる少年ぐらいずっと物欲しそうにしてるから、うん、ね、あのね、そのね、うん、ショーケースのトランペットを眺めてる少年は邪神がないけど、聴徳さんも邪神の本家みたいな感じになってるから、まあね、本当に頭のてっぺんからつま先まで物欲が詰まってるから、ね、そう、うん、そう、でもやっぱそれぐらい欲しいよね、うん、やっぱ仕事でやってても欲しいもんは欲しいし、うん、そんだけいいねって思わせるものを出すメーカーさんに対してちょっとなんか嬉しい気持ちと、うん、なんか嫉妬がありますよね。嫉妬、こんないいもん出してもっていう、うん、このタイミングでこんないいもん出してもって、もうお財布が壊れちゃうよっていう、ねえ、ね、えなりますからね、うん、おっね、おすごいシンプルコメントが入りましたよ、うん、今ね、さあ、あの謎の小部屋でね、うん、スタッフが前に一人いて喋ることに慣れてるんで、はい、客入れしているのに、うん、なかなか人が来なくても何とも思わないうちらもどうだろうと思いますけども、いや、もうそこは別になんかね、うん、そう、なんか旗から見たら鉄の心を持ってる二人みたいに見えるんだろうなと思って基本はほらね、生配信なので皆さんに見ていただけて ね、なんか出しね、いいですよ、もっと近くに座っていいんですよ、ねエア客いじりっていう、いないお客をいじるっていう ね、 ね、はい、ですけどね、だってまだね、だって放送始まって何13分、9時から始まって13分だから、うんうん、まあね、ここから11時までの間にぼちぼち人が来て、うん、まあ、あの本番はね、実演もありますし、はい、で実演終わってからの、うん、1時間ぐらい、うん、またここからね、うん、第2弾で放送できることもあるかもしれませんから、ね、で実演がうまくいったらハイテンションで帰ってきますし、突然ね、午後にここからまた放送が始まるかもしれない、かもしれない、ね、はい、できるかもしれないなんで、うんうん、ね、なんかもうね、目をトイラジから目を離さず、離さずに、ね、そう、もうちょっと目を離してるとその隙にスルッとトイラジは入り込んできますからね、あなたの心の隙間に、トイラジの放送1回見たら10回はあると思えみたいな感じで、はい、もうそういうね勢いでやってきますけども、うん、まあ何でしょうね、うん、気楽だな放送、気楽だね、気楽ですね、なんかあの ここにいるとなんか落ち着くというか、落ち着く、あのね、こう背中の壁の近い感とかが ね、うん、ねすごいね、いつもと同じ環境になっててね、うん、非常にいいですけどもね、そうですね、あのね、やっぱりね、トイラジあの手作り感が、手作り感、ね、手作りの割にはよくできてると思うよこれ、ね、ちょっとした業者に発注しましたって嘘ついてもバレないと思うもんね、うん、これね、うん、な
っぱね、あの昨日ね、うん、搬入っていうかあのそうこれねブースをね、うん、作ってたんですけど、うん、あのなんか事前にねあの打ち合わせでちょっとロゴを印刷して持っていきましょうかみたいな感じでスタッフが ねまとめて何十枚も刷ってきますって話で、うんね、これあの白は白で1枚で青は青で1枚の紙なんで そうそれを柄にするっていう作業をね、うん、交互に ねやろうっていう話を裏からテープで貼っていってっていう感じで ねっていう作業もトイラジやってるんですね、やってる感じなんですけどもね、うん、あなんかあらあのあれなんだよね、うん、メーカーさんが来るとただ見に来てるのか乱入なのか分かんなくて、うん、トークが止まるっていう、うん、気持ちがそっちに行っちゃうっていう、あら1分ぐらい、はい、1分ぐらいだけ、あ そんな感じで、はい、いや戻らないといけない、あ戻らなきゃね、はい、成り行きで、成り行きで、成り行きで、はい、じゃあねマイクをね、はい、マイクを渡すんでこっちのマイクはね、あ、はい、まあ、お客さんいないんでマイクなくてもいいけど、あここに入れば放送には乗るんで、あ分かりました、はい、はい、というわけで、はい、価格的に入ってるね、あ、うんうん、お客さんいらっしゃってますね、はい、お客さんぼちぼち来てますけどもね、はい、あ、はい、じゃあ自己紹介をお願いします。でもあの GSI クレスの佐藤と申します。ね、もうここのね並びはねもうしこたま見られてるんですね、なんか、はい、あ、問い洗い模型ラジみたいな感じになってるんだけど、そうですね、うん、はい、皆さん GSI クレスの佐藤さん、佐藤さんです、来てくださいました、はい、いつもの人だっていう、あ、いつもの人です、はい、そう、あの、はい、パチパチしてください、ね、コメント、コメント、本当に嘘でもいいからコメントでパチパチしてください、嘘は嫌だね、みんな大人でしょうから、ほら、優しい、ありがとうございます、ね、何の準備もしてないですけど、あのもうね、だと何も部材を持ってないのに来たから、いや、トイレに行っただけトイレとあとちょっと物を借りしに来ただけなんだけど、ね、まだトイレにから帰りがてら放送に参加できちゃうっていうトイレですからね、すごく、あの、うん、なんですか、間口が広いというかね、間口が良かったですから、ね、あれですよ、超徳さんマイク置いちゃいましたからね、そういや、ここに入ればもういいやと思っちゃって、そう、ダメだね、ちょっとダメよそうだよね、あの基本的に席が満席の過程で喋っていかなきゃいけないもんね、そうですよ、いや、うんうん、ゴロゴロ来てるんで今ゴロゴロはちょっと、ね、表現まずいと思うま、いやでも本当にね、あの、うん、もう絶え間なくずっと人が入っていってるんで、うんうん、そうなんですよ、ね、会場的にはかなり、そうそう、もう結構入ってました、うん、みっしりな感じ、いやもう下にも結構行列ができてました、ね、うん、はい、ねえ、なんですごい今目の前にね、あの主催の一番偉い人が出てます、大阪ホビーフェスの概要とか行った方がいいでしょうか、多分あちらの方に出ていただいた方がいいんじゃないですかね、ここ、あ、でも佐藤さんもこの後出演やられるので、はい、そう、出演の、ね、ね、お話とか、あの10時半から、はい、こちらで2階なんですけども、はい、1階の方で、うん、あのエアブラシでウェザリングをするっていう、はいはいはい、イベント、エアブラシでウェザリング、はい、塗料は何を使われるんですか、あのミスターカラーで、おー、はい、あの飛行機模型塗装するんですけども、はい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 、あのまあ意外に思われますよね、結構ね、ミスターカラーでウェザリング表現っていうか、うんうんうん、エアブラシでやるっていうのが、それは見たい、なので、まあ、ちょっとその、うん、そういうウェザリング表現を実演するキックオフイベントじゃないですけど、うん、という意味合いでなりますので、はい、今ねクレオさんのウェザリングカラーね、はい、うん、実はウェザリングカラー今回使わないんですよ、ね、ブラシでってことだから、いや、あくまでエアブラシだけでやります、おお、はい、ウェザリングカラーを使ってはね、ブースで、うん、はい、今日1日、そうなんです、ね、あの吉岡和也さん、ヤンバさんで、はい、で1階のステージの方では、はい、あの柳井健二さんに、はい、エアブラシでの、はい、エアブラシでのウェザリングをやっていただくという、はい、そういう分体になってます、はい、佐藤さんも、はい、横でアシスタントで、あ、はい、食べる感じで、はい、あくまでオブザーバーです、はい、あのじゃあ、あの例えばあのミスターカラーの特性とか、はいはい、なんかこう色の説明とか、そういうメーカーさん的な立ち位置で、そうですね、補足を入れさせていただくって感じですね、うん、おお、はい、あ、ちなみにあの、はい、使う飛行機模型とかも決まってるんですか、長谷川さん の、はい、あの48分の1のトムキャット、あの F14A、 はいはいはい、あのまあ、結構パネルラインとかもあの分かりやすくくっきりしてるので、うん、はい、あの見ていただければその概要分かるんじゃないかなと
思いますね。はい、あの多分エアブラシでウェザリングって何ぞやという方が結構多くいらっしゃると思うんで、あ、私も思いました。あの見ておくとかなり勉強になると思いますよ。あ、やっぱ飛行機だからこう、流れ的な汚れみたいなところ。そうです、そうです、はい、あ、であの飛行機というか、まあ、海面上、海面上というか、まあ、海の上ですよね、うん、とかをこう飛行するので、あの塩害っていうやつですね。塩でちょっとこう汚れるんですけど、はいはい、濃くあの仕上がっていきますんで、うん、そう、ああいうのね、こう汚れる理屈は分かるけど、いざやるっていうとね、結構手元見れないと難しいし、理屈がやっぱあるでしょ、そういうのって。そうですね、わあ、見に行きたい。で、まあ、見に行きたい。あのなんとかサンプルが、うん、カラーチップが 何枚かもう柳井さんに作っていただいて、はい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 、それ今日だからのいらっしゃったお客さんにちょっと実際に手に取って見ていただくっていう。おお、それはいいですね。かなりの枚数で準備されてるんで。おお、すごい、間近で見れますね。ちょっと東洋ジムなのか準備しとく。いやねえ、なんか準備しとくってここで言い始めたらもう何もないんだけど。なんかですね、その終わった後に欲しい人にそ あのカラーチップのサンプル差し上げる。そう、何それ。さっき決まりました。ああ、そう、すごい、あげていいよこれ。それだけ欲しいな。ね、これいいな。いや、実際見させていただいたら、うん、これウェザリングカラーでやったんですか、うん、もう全部これミスターカラーでやったからっていうぐらいのすごさなので、わ、知りたい。コメントでそういうの、はい、塩害の塗装表現見てみたいですね。ぜひぜひ。まあ、塩害だの退色だの、やっぱりね、模型の表現としては醍醐味だもんね、今ね。本当に、うん、汚しはもうブームというか、もうマスト表現なので、ね、そうそう、はい、それでね、どれだけ差をつけるかというかね、表現に厚みを持たせるかってところになってるからね、うん、はい、だからはい、聞き始めましたよ、ね、ね、じゃあ佐藤さん、お忙しい中、ね、実演前のお忙しい中、ね、いただきありがとうございます。またなんかちょっとそわそわしちゃってすいませんね。いやいや全然、またなんかね、改めて部材とか持って後から来れるんだったら、はい、またやってるかもしれない。またあの後でちょっと通りかかったら、ね、また乱入させてください、はい、あの寂しそうにしてたら入りに来てください。あ、はい、行きます。はい、じゃあ、はい、一回撤収します。はい、はい、じゃあ小さいクレスの佐藤さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、すごい、すごい、もういろんな人が拍手をしてくれるから、ね、この厚みが ね、はい、そして、はい、もう続々とね、ゲストさんがいらっしゃってるので、はい、続いての方に入っていただきましょう。はい、どうぞ。はい、失礼します。はい、どうぞ。はい、あれ、すごいですね。ちょっとね、ラグがあるんで、はい、時間に、はいはい、カメラに愛想振りまけますね。はい、映ってますかね。映ってます、大丈夫ですよ。こんにちは。はい、じゃあまずは自己紹介からお願いします。はい、本日バンダイで出店をさせていただきます。今営業担当をさせていただきます、井出と申します。よろしくお願いします。はいはい、バンダイさんです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、あ、ちゃんと映ってます。すごい映ってる、よかった。あ、ね、あ、お姉さんが切れているぞ。お姉さん、ちょっと、もうちょっと、じゃあ席をね、もうちょっとずれましょう。あの、お姉さん映してください。お姉さん、お姉さん映らないとね、もったいないですからね。ね、せっかくね、綺麗なお姉さんが。はい、はい、じゃあ今回は、これで大丈夫ですかね。はい、今回は何を PR しに来ていただけたんでしょうか。ですね、本日、はい、バンダイのブースではですね、はい、11月と12月の新商品を展示させていただいてます。もうあの BB から MG から RG とか、うん、非常に人気のラインを展示させていただきますので、はい、まあ、ぜひあのご覧いただけたらと思ってます。で、会場限定のアイテムですね。はい、本日、何点かお持ちをさせていただいてます、はい、まずですね、はい、来てますね。はい、こちら、激ドライブから、はい、ドラゴンゲイルシルバーメッキバージョン、こちらが発売になります。まあ、大人気 あの激ドライブからですね、うん、シルバーメッキバージョン あの限定品を発売させていただきますので、ぜひあの会場にてお買い求めください。はい、はいはいはい、まだまだたくさん箱が見えてるんでね。次は、はい、次はちょっと今日はあの今お持ちできなかったんですけれども、はい、HGBF144/1 スクランブルガンダムプラス付きパーティクルクリアバージョン、はい、こちらの発売になります。あの大人気ビルドファイターズの、スクランブルガンダムの、クリアバージョンといった形の発売になりますので、はい、ぜひこちらもお買い求めください。はい、はい、はい、名前が難しい。まだ難しい。確かに長いですね。長いですね。ちょっとまた次のここは。じゃあ続いては、はい、はい、MG からですね、はい、100分の1、はい、トールギスエンドレスワルツ、はい、スペシャルコーティングバージョン。スペシャルコーティングバージョン。スペシャルコーティング、ちょっと中、はい、見たいですね。見たい、見たい。何がどうスペシャルなのかを。
ちょっとこれじゃ分かりにくいんですけど、はい、いわゆるこのキラキラしたような特別なコーティングのような、すごいツヤ感がすごい、はい、すごい。なんでこちらもですね、バンバン販売中でございますので、ぜひ会場にてお買い求めください。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、まだ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 ございますよ、はい、箱がどんどん入れ替わってますね。ビルドファイターズからですね、はい、HGBF144 分の1、はい、スーパーフミナアクシズエンジェルバージョン、はい、マーク2アクシズイメージカラー、こちらも発売であります。まあ、あの大人気スーパーフミナのアクシズエンジェルバージョンの、はい、マーク2のティーターアンズを、イメージしたようなあの仕上がりになってますので、うん、はい、ぜひこちらもお買い求めください。はい、お、ね、お姉さん映ってますか。お姉さん映ってますね、大丈夫ですね、映ってますよ、はい、じゃあ続きます。あと3つあります、はい、あと3つあります、はい、HGUC144 分の1ユニコーンガンダムデストロイモード、はいはい、ヘッドディスプレイベース最終決戦バージョン、こちらが今あのお台場にも大きいユニコーンガンダムが立ちましたけれども、はい、うん、まあ、その大人気ユニコーンガンダムプラス、ヘッドディスプレイが、ついた仕様になっております。はい、まあ、大人気ユニコーンというところで、はい、こちらもぜひお買い求めください、うん、はい、じゃああと2点ありますので、はい、はい、ではこちら HGUC144 分の1、はい、RX78 ガンダム、うん、クリアカラーバージョン、はい、こちらちょっと名前もシンプルなんですけれども、うん、まあ、ガンダムのクリアカラーバージョン の、 あの発売になります、うん、まあ、こちらもザ定番というところで、はい、ぜひこちらもお買い求めください。はい、じゃあ最後にですね、はい、最後に、はい、100分の1フルメカニクス、ガンダムバルバトスルプスレックスクリアカラー、こちらです。まあ、あの大人気鉄血のオルフェンズシリーズからですね、100分の1、ガンダムバルバトスルプスのですね、うん、クリアカラーが発売になりますので、うん、ぜひこちらもお願いいたします。はい、はい、あ、コメントでクリアカラーってまだ持ってないっていう、ぜひぜひじゃあ、ね、このタイミングであのお買い求めいただけたらと思ってます、うんうん、ね、はい、あとヘッドディスプレイいいなとか、ヘッドディスプレイ、ね、ありがとう、そうね、ヘッドディスプレイあるだけでね、そうですよ、見栄えやすいですしね、良、はい、くなりますし、ユニコーンはカラーリングもですね、ちょっと色味が違っていて、うん、ああの最終決戦バージョンに下がってますので、うん、まあ、プラス、うん、あれですね、ここにあるんですけども、はい、ユニコーンのすごいヘッドディスプレイがある形です。成形色が、そうなんですよ、本当こっちもカラーリングが少し違った形になるんですけど、ぜひ会場限定になってますので、うん、ぜひいらしていただいて、あ、あのクリアのね、集合パーツになってるのかな、そうなんですよ、すごい綺麗ですね、すごい綺麗ですね、仕上がりになってます、うん、名前が長すぎ、長すぎて、まあ、名前が長すぎて、まあ、おっしゃる通りですね、これあるんですけれども、最初のやつ名前何でしたっけ、HGBF144 分の1、はい、スクランブルガンダムプラフスキーパーティクルカラー、プラフスキーパーティクルカラ ー、 あ、プラフスキーパーティクルクリアですね、クリアプラフスキーパーティクルクリア、おプラフスキーパーティクルクリア、ここで練習してますクリア、はい、ぜひこちらもです、すごい、はい、あ、ちゃんと覚えてください、パーティクルクリア、あ、ちゃんと文字でね、書いてもらえるとね、はい、引きドライブもですね、まあ、バンバン、はい、あ、今日会場引きドライブで走ってるとこ見たいっていうコメントをいただきました、ね、あ、そうなんですよ、あの今日一回バンダイブースでですね、うん、あの激ドライブのコースも設置させていただいて、はい、あ、そうなんですね、お子様含めていろいろ楽しめるような、うん、あの仕組みになってますので、うん、ぜひあの来て、うん、あの激ドライブしてください、うん、はい、はい、私個人的にあのフミナちゃんのカラーが気になるんですけど、これはぜひ中見せていただきたい、そうですね、ちょっと赤いイメージになってるんですけども、赤いんだ、赤いんですよ、赤と黄色の成型色になっていて、はい、特別な仕上がりになってます、すごい、うん、今ね、あのスパフミナちゃん大人気ですからね、そうなんですよ、大人気で、本当顔の部分も眉毛のところがですね、本当に成型色でなるようになっていて、うんうん、ちょっと見ていただけると、ね、こんなに細かいパーティングしてるからね、はい、恐ろしいですね、うん、ありがとうございます、バンダイホビーの技術を集約した、ね、あのプラモデルになってます、うんうん、はい、ぜひこちらも頼んで、何か他に気になる商品ございます、もっと個人的にはトールギスが綺麗だなって、そうなんですよ、トールギス、あのやっぱ大人気なので、なんかプラモなのにちょっとなんか陶器みたいな感じでね、うん、そうなんですよ、うん、カラーリングもこれはパールではなくて、はい、あのツヤなんですかね、ツヤですね、ちょっとパールが入ってるような仕上がりになってるんで、うん、本当にすぐ組み立てていただくだけで、ね、かなり綺麗な仕上がりになります、ね、かなり艶が綺麗ですね、うん、これ塗ってるわけじゃないんです、塗ってるわけじゃないです、ね、成型色でこうなんですよね、はい、こういう形になります、
で、あとあのブースの方では、はい、いろんな展示もね。そうです、うん、もちろんでございます。もちろんガンプラをあのはじめとして展示はさせていただいてるんですけど、はい、例えば宇宙戦艦ヤマトだとか、はい、マクロスデルタだとか、はい、もちろん仮面ライダーのメカコレとかも中心に、ね、うん、あの展示をさせていただいております、はい、あと12月の目玉の PG のエクシアもですね、はい、そう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 、はい、展示させていただいて、あの昨日展示されててむちゃくちゃ気になってました。ありがとうございます、うん、で、あの午後にはあの川口名人も来てですね、はい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 、あの PG エクシアの説明もさせていただきますので、はい、ぜひ会場にいらっしゃって、うん、特集を楽しんでいただけたらと思います。まだまだ間に合いますからね、これまだまだ間に合います、うん、午後になりますので、はい、ぜひいらしてください。私あのドラえもんが気になってて、 ありがとうございます、うん、ドラえもんはですね、あのいつも、まあ、バンダイホビーがなかなかこう再現できなかった内部のメカニクスをですね、あの再現させていただいておりまして、ね、うん、本当に目とかあの体の部分もそうなんですけれども、うん、漫画の設定が元にそれをしっかり活かせているので、まあ、ぜひあの新しいユーザーも獲得していきたいっていうのもあるので、ね、ぜひ皆さん組み立てていただけたらと思います、はいはい。11月の11日発売なので、はい、来週の発売になります、はい、もう直前だ、はい、もう直前でございます、うんうん、ぜひお楽しみにしてください、はいはい、限定品も展示も、ね、会場で合わせて楽しんでいただき、ね、見て買っていっていただきたいですね、はい、うん、ありがとうございます、はいはい、じゃあ以上です、はい、よろしいですか、もう来てますね、ボリュームすごかったです、ね、すみません、ありがとうございます。いやいやいや、ちょっと怒涛のご紹介になってしまったんですけど、ね、まあ、バンダイホビーあのいろんな展示もしてますので、はいはい、ぜひいらしてください、はい、ね、お姉さんありがとうって、ね、お姉さんね、しっかり映ってますから ね、美しいお姉さん、途中からもう箱の入れ替えが手際が良くなっていく、ね、どんどん手際が良くなっていく、この時点でちょっと開けてねという次はって言ったらもう次来てるっていうことなんですよ、うんうん、ありがとう、いやー、よかったです、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、お待ちしております、失礼、はい、します、ありがとうございました、すごい、はい、放送